はい、こんにちは、カエルです。ですね、今日はですね、8月12日の金曜日の夜ですね、今米国市場開いて若干上がってて、はい、ウキウキしてるんですけれども、皆さんお盆でね、お休みかなと思うんですけれどもね、はい、今日はですね、こんなテーマでですね、中身をお話ししたいなと思っております。国内株式 ETF3 本買いましたよという形ですね。今までの動画で結構ですね、悩んでます、買います、そろそろこう銘柄選びますって言って、なかなかねこう買ってなかったんですけど、とうとう選びました、3銘柄。はい、ということで、カエルはね、国内 ETF、 高配当 ETF を日本株でねこう投資したかったんですね。で、個別株をね買おうかなと思って20銘柄ぐらい結構ね選んでたんですけれども、それも運用管理できねえなって思ったんで、こう軸になりそうな、ね、国内 ETF を探しました。で、1489と1494、1498、1698、2564ですね。それぞれネクストファンド、日経平均高配当株50指数、これ野村ですかね。はい、あと、ワン ETF の高配当、ワン ETF の ESG、あと、上場インデックスファンド、日本高配当、東証配当フォーカス100と、グローバル X の MSCI、スーパーディビデンド、日本株 ETF。これがね、高配当系の銘柄なんですね。あと、やっぱり、ね、買えるこう日経平均とかトピックスみたいな市場インデックス買ってないんですよ、日本に関して。だからそれになりそうなやつということで、グローバル X、 グローバルリーダーズ、 ESG とか、あと日経225のカバーところ、こういうのも、ね、候補に挙げたんですよね。はい、実際この中のうちの3つを買ったので、ちょっとそこを紹介したいなと思っています。で、カエルのポートフォリオなんですが、まあ、いつもね、見ていただいている方は分かると思うんですけど、個別株で CDS、武田、バルカ、三菱商事、三井住友フィナンシャル、オリックス、東京海上、九州旅客鉄道、日本電信電話、KDDI、まあ、この10銘柄がね、個別銘柄に日本高配当株として有名なところ。あと、下のマネーフォワードとフリーはね、もうこれ、こう、超高値、ウルトラジャンピングハイキャッチっていうやつですか、しちゃったような銘柄でもめっちゃ負けてますよと。で、下の表がリートですね、未来、ユナイテッドアーバン、ケネティックス、スター、アジア、マリモ、宝レーベン、このね、6つがね、日本の国内の J リートになっています。 SRET は米国 ETF で、世界中にね投資してるのにちょっと違うよという形で、まあ、こんな形でですね、中心、日本の高配当中心の個別株を買っているというような、はい、そんな感じになっております。はい、という形でね、軽くカエルの自己紹介ですね。40銘柄以上に分散投資をしている、都内の初老の会社員で、がっつり住宅ローンです。まあ基本ね、あんまこう暴落だとか、まだまだとかって感じじゃなくて、まあ、あんま嘘は全然つかないようにしたいんですが、ポジティブにね、こういきたいなと思ってます。はい、ぜひですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。あと、よろしければ高評価、コメントをですね、ぜひお願いいたします。はい、ということで、今回一つ目に選んだ銘柄何かというと、こちらです。はい、2641グローバル X、 グローバルリーダーズ ESG 日本株式 ETF、まあ、こういう名前のファンドになっています。これ、ちょっと、まあ、ちっちゃくて申し訳ないんですが、どういったものかというと、グローバルリーダーズ、海外売上高比率及び海外顧客比率の高い日本企業への投資機会を提供いたしますよというものです。で、 ESG 投資ですね。 ESG 評価、まあ、社会的責任とかそういうものをちゃんと評価をしていますよと。あと、効率性ですね。1回の取引で、まあ、このね、グローバルのに、グローバルカンパニーに投資できますよという、そういう効率性がありますという形ですね。で、株価見ると、こう日本の、ね、株式って右肩上がりというよりかはこう、ね、横横なんですよね。長期ホールドというのも結構、ね、中期投資とか短期投資で売り買いする方が多いのかなと思うんですけれども、はい、こういった感じ、まあ、こういうのって、ね、ドルコスト平均にすごい向いてたりするんで、まあ、カエルは、ね、短期売買というよりかは着実に積み立てていきたいなというふうに思っているけれども、まあ、こういう感じの株価になっています。で、2026円ですね。安いですね、8月10日で。で、8月10日のこれね、スクショかなんかこう取った段階で、売買代金6万円。売買高31口ってもうむっちゃ少ないですよね。だからすごい少ない取引量です。で、分配金利回りは 1.57% というか、でそんなに高くないんですよ。で、これはね、高配当投資というよりかは、はい、インデックス投資みたいな感じで買っていて、で、信託報酬が 0.3025、 あんまね高くないんですけどね、まあまあ、安くないんですけども、まあそんな高くもないからね、こう許せる範囲かなと思います。ということでね、先ほど言った通り、やっぱり日経平均やトピックスを買っていないので、まあインデックス投資代わりにね、このグローバルカンパニーにこの2026円で投資できるというのがいいなと思いました。
でどんな会社に投資してるかっていうのをね、これタイミングによってねちょっと変わっちゃうんで、このスクショを取った情報を取った時ですけれども、ソニー、トヨタ、日立、リクルート、三菱商事、武田薬品、任天堂、村田製作所、三井物産、ファーストリテイリング、ユニクロですよね、あと富士通、キヤノン、アステラス製薬、京セラ、花王、富士フィルム、パナソニック、ユニチャーム、ルネサス、武田自動力、トヨタ自動力ですね、はい、こういうね世界に名だたるような企業を2020年6年でまるっと買えるってことなんですね。これ個別株で買ったら大変な金額なんですよね。ただそういったものをこれでグローバルカンパニーに投資できるという形になってます。世界に羽ばたくグローバル企業の一軒に分散投資できるので、なるべくね長く持っていたいなというふうに買えるは思います。はい、で続いて選んだ銘柄2つ目ですね。これは何かっていうと、最近よくこれ紹介してたんで、分かってる方はですね、これだろうなと思ってたかもしれないです。2858のグローバル X 日経225カバードゴールド ETF のプレミアム再投資型ですねっていう形になります。これね QYLD とか XYLD とか RYLD 買われてる方多いと思うんですが、そのタイプなんですね。で高い潜在インカムですよね。やっぱりカバードコール戦略を構築することによってボラティリティの高い局面において高水準のインカム、値動きが激しいとオプション取引で売る権利買う権利みたいなその権利の、ね、売買ができるんですね。それで、収入を得るというものになっています。でリスクの軽減ですね。原資産の値上がりによる収益を放棄する代わりにオプションプレミアムっていうのを獲得することで価格変動リスクを低減を目指しますということですね。でこれ何かというと、その値上がった株価じゃなくて値上がったものを捨てて、その売る権利買う権利みたいなの、売買して、その権利のお金でやるっていうね、ちょっとそういう金融商品なんですけども、そういったので確実にねこう値下がりも値上がりも抑えつつ分配金的なものをね獲得しますよということなんですよね。でカバードコール戦略へのアクセスというのがメリットの3つ目で、 ETF に投資することで日経平均株価を対象とするカバードコール戦略のリターンを容易に享受することができます。でこれをねやっぱり個別株でやってたら大変ですよと。それを日経平均に、日経225にねこう連動させることによって、そのカバードコール戦略をね気軽にこの ETF でできますよという形です。でこのプレミアム再投資って何かっていうと、そのこのカバードコール戦略をやった時に、オプションプレミアムっていうものを設けて、それを分配金に回すんですよね。 QYLD とか XYLD。 ただこの前YouTube のこうグローバル X ジャパンのページを見てて、このね金融商品の紹介してる動画で、なんかね日本の法律だとこのオプションプレミアムで得たお金を分配金に回せないらしいんですよ。だからこれはオプション再投資しますよって形、配当再投資じゃなくてプレミアムを再投資するっていう、そういう形らしいです。はい、でこれ7月29日に販売開始したばかりなので、まだ全然ねもう株価チャートにもならないような値動きで、ちょっとねまだどうなるか分かりません。でこれ8月10日時点で1002円ですね。その時は28万円で282口ぐらいしかまだ、ね、取引ない時にスクリーンショット取っちゃったという形で、やっぱりまだ取引数少ないですよね。で、手数料が 0.3025%、これもね先ほど言ったようにそれほど高くもなく安くもなくで、許せる範囲かなというふうに思います。で、QYLD と同じカバードコールでね7月29日に発売開始されて、まだまだね取引量少ないので、様子見のね方が多いのかなと思うんですけどもね、カエルはちょっと買ってみたいなと思って選びました。でこの日経225カバードコール ETF が出た時に、東証マネ部でねこう商品紹介の記事があって、そこに載ってたんですが、やっぱりこうカバードコールがいい時ってこの横ばい相場の時ですね。でこうボラティリティ上下に値動きが激しい時ですと。でその時にこう売る権利っていうのを持っておいて、そこでね例えばこう日経平均が50ちょっとの時ね、はい、時に52で買う権利があるみたいな、こういうようなこう差額が得られるという形なんですよね。でこういう横ばい相場の時がいいですよって形で、これオレンジ色が S&P500 で、青がねこう日経225の、直近5年間ぐらいのやつをトレーディングビューで見てるんですけれども、やっぱり青色のやつってこう上下横横ですよね。S&P500 って長く見ると右肩上がりなんですけれども、日経ってそうでもなくてこういう横ばいの相場が多いと。なので結構チャンスあるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので日経平均の横ばい相場でねこうプレミアムを獲得して再投資して、このね資産が ETF がねどんどんこう増えていったらいいなと思って、そういうのを期待してね、まだ若い ETF なんですけれどもちょっと期待をして買ってみましたよというものになっております。はい、
で3つ目が高配当銘柄ですね。まあ何買うかってね、高配当難しいですよね。なるべく分配金が高いといいな、あと年4回ぐらいあると分配がねあるといいな、で大体その分配金は均等だといいなっていうふうに思いますし、手数料もねなるべく安い方が当然ねいいなって思いますし、まあ、増配はしてくれたらいいなっていう、まあ当たり前なんですけどね。でこの条件の中で日本の高配当 ETF ですね、こう探してると何この4回分配でその4回が均等であるっていうのが本当なかったんですよね。で米国はやっぱりこう年4回分配配当を出す株式会社多いですけど、日本ってやっぱ上期下期で2回なんですよね。だからそこでねやっぱブレがあってなかなか難しいのかなっていうふうに思いました。はい、まあそういった感じでね、やっぱり年2回だとボーナスって感じで、年4回あると収入っていうイメージがあるので、なるべくね細かくこう、ま、もらいたいなっていうのがあったという形です。で、まあ、選んだやつは何かというと、はい、2564グローバル X MSCI スーパーディビデンド日本株 ETF、 結局これになりました。あの最近カエルの動画でいろんな国内 ETF 探してますって言って、最初にねこれあったけどやっぱり悩んでてとかつって他の紹介してたんですけど、結局ここに戻ってきてしまいました。はい、で、高い潜在インカムですね、これはポートフォリオ利回り向上のために日本の配当利回り上位25銘柄に投資していますよというものです。あのね、これね、米国 ETF の高配当銘柄で25個にしか投資してないなんつったら、もうそんなの買いたくないわ、危ないわって思っちゃうんですけど、やっぱ日本だとなんか選択肢が少なくて、まあちょっとこれでもいいかなって思っちゃったという感じですね。ただこの MSCI のスーパーディビデンドっていうやつのこう指数は、あの特定の業種に偏らないように、あの業種分散してくれてポートフォリオを構築していると。なのであのエネルギーとか、不動産とか、あの金融とか、まあ、そういうのね偏らないように一応分散してくれてると。でこれ四半期ですね、分配してくれております。なのでまああの先ほど言って年4回なんですけど、これ1円のですね、四半期もあれば、50円の四半期もあるみたいな形でですね、結構ですね怪しいんですよね、この上下のブレがね。ただ一応年4回やってくれてるというのがあります。でやっぱりね高配当人気なんですかね。やっぱり高配当だと長く持とうっていうモチベーションがあるのか、やっぱり売らない人が多いのか、あと株価がね手頃で買いやすくて高分配利回りなのでやっぱり買ってってる人多いですよね。はい、買ってってる人多くて、まああのちょこちょこね買われてますよね。はい、で右肩上がりですと。で、まあ分配利回りがですね 4.5% という形で結構高いですよね。はい、これ税金取られても 3% 台後半あるので悪くないんじゃないかなと思います。で信託報酬手数料は 0.429% という形でちょっと高いですよね。はい、まあ高いんだけれどもやっぱり分配利回りがいいというのとトレードオフかなと思っているので、まあ許せるんじゃないかなというふうに思っております。で25銘柄と少ないけど業種、あと業種ね分散してるし、リートもね2銘柄追加していろいろ分散してくれてるという形です。でやっぱりねこのまま 4.50% ぐらいの利回りが続いてくれたらね、高い手数料も許せるかなと思ってます。はい、で、この銘柄ですね、どういったところに投資してるかっていうと、大体ねこう先ほど言ったようにこう業種分散をするために結構ね均等割 4% 前後の、均等割での、投資になっているという形です。でユナイテッド海運、トランスコスモス、東洋製缶、商船三井、日本郵船とかね、日本特殊陶器、必要エレクトロニクス、双日、東洋タイヤ、稲畑産業、三井住友フィナンシャルとか、まあ、あの結構ね、高配当投資の方はご存知のところにね、結構投資されていて、製鉄系とか、商社とか、あとは海運業とか、金融とか、そういったところで、あとは、科学とか製造とかですかね、まあ、そういったところにちゃんと、ね、こう分散投資をしてくれているというような形になっています。で分散銘柄少ないんですけど、やっぱりスーパーディビデンドね、もうスーパー高配当だという名前に負けない配当利回りを、ね、期待したいと思います。ただねご存知の方多いと思うんですけど、米国 ETF のグローバル X のスーパーディビデンドってつくやつって、確かに配当利回り高いんですけど基準価格こうね落ちて戻らないで、ちょっとね問題児が多いんですよ、この名前がつく ETF だからね、ちょっとね心配なんですけれども、一応ね期待したいなと思っております。まだ歴史は浅いですけれども、ちょこちょことね積み立てをしていきたいなとこういうふうに思っております。で高配当はマジね悩みました。はい、まあ、正直
1498、これね、あの高配当 ETF ではないんですけれど、高配当銘柄じゃないんですけど、分配利回りとか増配中でね、手数料も安くてよくいいんじゃないかなと思ってました。で、あのシンプルにね、この1489、他にね、たくさん個別株持ってないで、もう ETF でまるってやりたいっていう人は、この1489でもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、結局ね、カエルの決め手はね、もうええ、わからん、グローバル MX でまとめてしまえっていう感じでしたね。はい。もう本当ね、一長一短ありすぎて、あとね、みんなね、まだ歴史が浅いんですよ。だから長期投資見て右肩上がりで増配してますとかないんですよ。だから本当比較しようがなくてね、はい、まあ、それでやっぱりもう、まあ、ETF 専用業者であるグローバル X で、しかもね、あの先ほど選んだ他の2つの銘柄もグローバル X だから、もうグローバル X 固めにしてしまえというね、まあ、そういう結構ね曖昧でいい加減な理由ではありました。で、先ほど言ったね、他に買ってない人は1489でもいいと思いますよって言ったのは、あの1489の日経平均高配当株50指数連動型は、こういうね、こう商船三井、三井住友、みずほ、ソフトバンク、武田薬品、日本タバコ、日本郵政、まあ、あとかね、バーってやって、JFE とか三菱 UFJ、日本製鉄とかね、あと住友商事、伊藤忠商事、AGC とかね、まあ、あの結構ね、日本を代表する高配当かつ大型でね、安定しているところが結構ね、この1本の ETF でまるっと買えるんですよ。だから、まあ、あの、なんていうんですかね、個別株とか買ってないんだけれども、ETF でね、いろんなところに分散して安定した配当金欲しいですっていう方は、この1489ね、買っとくだけでも結構いいんじゃないかなと思うので、まあね、決して買えると一緒じゃなくてもいいので、あのこういうのもね、検討いただければいいんじゃないかなというふうに思いました。で、まあね、さっきね、適当にグローバル X にしちゃいましたっていうのはあったんですけど、結果ね、あの見直してみたら、これだからいいかなって思ったのはちょっと理由があります。はい、あのカエルの保有のね、個別銘柄は CDS、 武田、バルカ、三菱商事、三井住友フィナンシャル、オリックス、東京海上、 JR 九州、 NTT、 KDDI ってあるんですけれども、この2564と2641で被ってるのって、武田薬品、この赤文字ですね、三菱商事と三井住友フィナンシャルだけだったんですね。あとは全然被ってなかったんですよ。で、リートも被るかなと思ったら、リートはね、1号オフィスリートと日本リート投資法人で、これもね、カエルがもともと持ってたのと被ってなくて、うまく分散されたんですね。なので、あとはこの2564と2641に淡々とね、積み立てしてって、比率をこうどんどん増やすことでね、こう綺麗に分散がね、いくんじゃないかなと思って、まあそういうのでね、すごくこう期待をしているという、まあ、だからこそ、こう、他のね、ETF だと結構ね、カエルが持ってる個別株と被ってたんで、あ、そうじゃなくて、この2564、2641で、あんまり被らずね、広く分散できるっていうので、まあ、それで買ったっていうのがありました。はい。ということで、まとめです。結局ね、グローバル X3 銘柄になってしまいました。一応、楽天証券で買いましたよというエビデンスです。グローバル X のスーパーディビデンド ETF1 番目ですね、5株買いました。単価2019円なので、1万95円になります。はい。で、2つ目のグローバルリーダーズ日本株式 ETF は5株買いました。単価2026円なので1万130円です。で、最後の日経225カバードコールは10株買いました。1株1002円なので1万20円という形で、すいませんね、ほんと全然買ってねえじゃねえかって言われるかもしれないんですけど、一応ね、これポートフォリオで旗立てとくと、この後ね、どんどん買っていくっていう風にね、こう繋がるので、まあ、ここから行きたいなという風に思っております。まあ、一旦少ないですけど、ポートフォリオに入れました。なので、米国 ETF とね、一緒に育てようと思います。で、やっぱりね、選択肢はね、米国 ETF に比べると、国内 ETF は少ないんで、もっとね、国内 ETF 増えてほしいなと思います。ただね、あの、最近ね、円安で、あの、アメリカのドル建ての株価下がってるけど、為替でプラスっていうのあるんですから、あれ、為替差益になっちゃうから、あの、20万円ね、超えると、確かね、確定申告して、半分税金で取っていかれるはずなんですよ。だから、結構ね、米国 ETF で円安で、あの、利益出てたって喜ぶのって、本当喜べんのかな？これ、詳しい方ね、ちょっとコメントとかでね、説明いただきたいんですけれども、だから結構ね、円安での、為替差益での利益って税金すげえ実は取られるから良くないんじゃないかなってちょっと思ってると。なので、あの国内 ETF ですね、あの東証で買える ETF で S&P500 のとかあるんですよ。だから、あの直接ね、米国のニューヨークアーカーみたいな、ああいうこう米国のニューヨーク証券取引所ではなくて、東証で
海外 ETF 買う、 S&P500 とかナスダック買うっていう方がなんか税金とかめんどくさくなくていいんじゃないかなと、はい、まあ、そう思ってきました。なのでそういうふうなこともあり得るので、もっともっとね、海外の ETF と同じようなものが日本の国内 ETF で買えるとね、国内の市場で買えるとすごくいいなと思いました。で、ここね、追加投資どうやっていこうかなと思ってるんですが、実は買えるね、1月末からもう株価下がりますみたいな感じになってから、ずっと毎週ね、下落中 EMAX スリム S&P500 米国株式ですねとレマナスに毎週末2万円ずつ追加投資っていうのをずっとやってました。で、何もしないでもそのクレジットカードとその銀行引き落としとか、まあ、最近だと楽天ペイで買いますよね。あれで普通にね、毎月投資してたんですけど、さらにっていうこの下落中難品買いやってやれと思ってガンガン買ってたんですね。こう毎週までもガンガンでもないですけどね、はい。でそれがね、もうアメリカのね、こう金利も落ち着いたし、インフレも落ち着いて、そろそろね、株価戻ってきそうだな、だからもうこの難品買いをね、8月末で完結して、その分をね、国内 ETF のこの3つにドルコスト平均で振り向けようかなって今思っております。はい、まあ、こんな戦略でね、ぜひこの若い ETF、 全然取引も少ない、まあ、やつなんですけども、買えるね、ちょっと着実に買ってってみるので、皆さんね、その経過をね、こう見てね、皆さんもね、こう買うかどうかね、決めるというふうにしていただければなと思います。はい、ということで投資はここまでになります。今日はね、おまけコーナーもお休みになっております。投資は自己責任で、まあ、あくまでもね、買えるの個人的見解となりますので、ぜひですね、皆さん自分でね、調べてみて、決してね、カエルの言ってることね、本当かどうかわからないので、鵜呑みにせずね、こう自分でも調べてみて判断をしていただければなというふうに思います。はい、本日は以上です。もしよろしければチャンネル登録と、あといいね、コメントの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。バイバイ。